てぃやばい <laughs> では皆さんこんにちはただきありがとうございます本日は雲ですが何かこちら見ていきたいと思いますよろしくお願いします先週はね一回お休みが入りまして、えー、先々週雲閣がいよいよねエルロ大名機を抜けてってところで終わっていたんですが先々週にやっていたお話の方を、えー、もう一度見させていただきまして、えー、その中でねいくつか考えた考察をね、えー、皆さんに一回披露してからアニメリアクションの方に行かせていただきたいなというふうに思っております、えー、まずね えー、魔王と白同一人物なんじゃないか説ねこれ一体どういうことなのかというと。うん まあ子が結局魔王ででももああり白でもあるんじゃないかっていう説をここで唱えようかなというふうに思っております毎回この雲子のの演出が終わった後に必ずと言っていいほどこの「魔王」の方のね演出がすぐ始まるんですよねでそれがあって「く雲子は魔王なんだよ」っていうゴリ押しをすごいこのアニメがしてくるんですけども今までねまあこれ魔王は雲子じゃないんじゃないかともうその推しが強いが上にね個人的にその考えは捨てていろんな考察をしてい いたんですがあえてそのね制作側の意図に乗ってじゃあ「魔王がくも子」だとしましょうけどくも子実は白の中にも入ってんじゃねえかなって前回のアニメ見てたら僕思ってしまったんですよなんでそう思ったかっていうと、まあ、結局前回ねあの魔王が喋っている時に、まあ、白がねガラス越しかなんかで、ね、チラチラ映るんですけども、まあ、目も開けず全く動かないっていうなんかね人形みたいな感じで。 あのの魔王のそばにね立っっってているって感じだったんですよねこの様子を見た時にその雲子がまあ魔王だとしてまあ魔王の立場で戦場に行くことができないのか分かんないけどなんか理由があるのか分かんないけど動けないのかなと思ってその代わりにあの白っていうより白の中にその自分の思念みたいなのを飛ばして操縦して戦場で戦わせてるみたいなね そんな感じもあるのかなってちょっと予想してみたんですけどいかがでしょうかこれに関してはあの前回のねあのシロちゃんが全く動かないシーンがなかったら思いつかなかった発想だしまあ突拍子もない発想なのは分かっているんですけどもちょっと前回のあのアニメを見るとこの考え方もあってもいいのかなと個人的に思いました、えー、そしてシュンくんねシュンくんがいよいよあの城というか学校を出て冒険に旅立とうと っていうところだと思うんですが。 まあその時にまたこっちにも UFO が差し込まれて映像の中で UFO をそそのかしたあの女の人もまあ隣にいたんですが前回ねあの先生に能力というかステータス奪われているのにもかかわらずまあ、今回また出てきたっていうことでステータスが戻っているのかで戻ったとしたらどうして戻ったのかね前回ユ f ゴをねま駿、あ、君んん狙って痛いのを見ているんだからわざわざもう一回リベンジしに来なくてもいいんじゃないかって思うんだけどねもも気になるんだけども、まあこの そそのかしたねあのそばにいた女性、まあ、あれが一体何者なのかっていうのをね注視して見ていきたいなというふうに思っておりますで結局さっき雲子がね外出たって言ったけどこれ出たのはまた十何年前の話だからまたこの雲子とね旬たちのね動向が同時に描かれると思うんだけども、まあ、時間軸に気をつけながらね、えー、見ていきたいなというふうに思っております、えー、果たして今週一体ねどういう形で物語が進むのか、えー、そこら辺皆さんと一緒に楽しく見ていきたいと思っております 皆<で>さんも録画したものもしくはビデオのものを使って一緒にお楽しみください簡単なご案内されましではいスタートですあらばさんのねこの「すん」っていうやつねでこれが終わってこの戦いが終わった後に魔王の描写が入ってくるんだよ ででそこで龍の話があるから「魔王は雲子なんですよ」っていうふうに結びつけるねなんか強力な感じな推しが来るんだけど本当にそうなのかなうんーよくわからんあでじゃがんで消したんだよね今回アラバさんは食べれないんだよねとこれであれ終わりかな前回のあれは。 いやまだ洞窟の中だねだから今週はいよいよ洞窟を出てどうなるかだよね外でいやいやこれ大丈夫外なんかラストの方にママみたいなの出てきてたけどさおっとえ何これこのダンジョンってどこにあんの街の中にでもあるのすごい城壁に囲まれて管理されてるじゃんしかも人いるね 結構いるねやばえええええ今のどういうことえすごいしゅんくんみたいな男の子いたけどけど時系列で言ったらしゅんくんがいるはずないんだよねで一瞬とユリウスってさそんな年離れてたっけ15年前の時にあんなあれくらいの年齢かユリウス。 いやけどこのオープニングのくんにそっくりなんだけどいや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 もうどうもすごい色々訳がわかんないようなあれをしてくるねもうものすごいなんかうちらをこう手のひらで転がそう転がそうっていうさあれがすごいよねこの制作の人の意図があれはだからユリウスなのかなそういうことだってけど 15年前くらいだよねこれが今くま子が出てきてうんなんかオープニングすごいなんかいろいろありそうだけど新しくなっていやどういうことださっき映ったのは誰だユリウスじゃないとしたらあのサイリスとかそこらへんなのかなお兄さんと二人いるもんね なんかその二人のお兄さんのうちのどっちかなのかなさっきのくも子と会ってたの。君ではないはずいやこのオープニングもまたいろいろとあれだねまた何か考えさせられるような描写たくさんあるんじゃないの なんかオープニングあのさっきのあのあれが誰なのかで全然ちゃんと見れなかったわうんでとりあえず外には出れたんだね <laughs> もうこの森の中では超強い存在なんじゃないかもうここにいるモンスターなんておっとっとっと,っとえ何何何してんの 人間ども戦争でもしてんのかな興味ないんだね。いや人のとこには行かないんだねもう。あれはそれともあれかのダンジョンから出てきた時のぼや騒ぎなのかけどその見た目で言ってもそれねそこ。 だからそれこそよいよこの雲子が人型に進化するような流れがあればねまた見た目で白か魔王かみたいな色々判断もできるようになるんだけど今はちょっと無理だよねそれねそこよよいよ荒くね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 ,荒くねってほら体が半分人間のやつやないかうんそれそれ 喋れるんじゃないかうんそうねだからここら辺を踏んで完全な人形の方に行くんじゃないかなお腹減ってるんだね <laughs> 今日はあれだね並列思考がだいぶ静かだね。 おいしいものもあるんじゃない木の実とか果物系食べたらいやもうマジで絶対うまいってなんだえな何何何えっああ何何そういうのでうーんなるほど眷属冷凍できるんだ。 けどその死ねにとらわれないようなこともできるんじゃないかクモこならなんか持ってなかったっけああこれかなるほどね縛られないんだいやこれを拒否することによって前回映ったあれがマザーでやっぱ狙われることになっちゃうんじゃないかな <laughs> 親子の縁切りますみたいな感じだもんねきっとね <laughs> うーんこれ来ちゃうのかいやそうかそうだよな入り口の大きさ考えるとじゃあなんか資格とか送ってくる流れかねこの後あとあイ人間側だねうーん 何の時間フェイはいつ出てくるんだろうそして何に生まれ変わってんだろう進化としておうおうタンクの人アナそんな人いたっけこれは今回初登場かな 何なんだろうここで出てきたってことはこれから旅を共にするのかなし、うんくんのうやけどここで描かれるってことは結構重要な人物なんじゃないかなおっとえっちょっと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 新キャラが結構出てくるなここに来てうんだから最 イリスが青い紙だしさっき写った雲子の時に写ったあれなんじゃないかな違うかなうんいやけどあんな青々しい紙じゃなかったかじゃあさっき写った ダンジョン組む子が出た時映ったのレストンか先生うん先生がほんと一番いろいろ知ってそうだよね いやーマジでこのいろんな視点で描かれるか本当頭こんがらがっちゃうよね。うんあじゃあやっぱあれユリウスでいいのかな まだじゃあ出ていかない感じかこの今回からこのポティマスっての結構出てくるキャラなのかなうん誰なんだ 雲蛛が若葉だとして若葉なのか根岸なのかはたまた別の誰かなのかうんうんなんか白もな独立して動いてるっちゃ動いてんだよなけど会議の時とかに。 言教ね <laughs> 近畿の問題があるかっ、ね、あの有利の面倒 <laughs> くさそうだねそこらへんもなんかいろいろとえー、どういうこと ああそうなんだハーフエルフなんだねで結構今の感じだとこの中ではバカにされるような感じなのかい世界的にはカティアかなうんそうカティアはいけないんだもんね一緒にね 誰だどなただっけスーじゃないあスーかスーだった <laughs> なんだ何どういうこと 心配してないよみたいなことおっとちょ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 ユーゴ出てきたよここでえーしかもここに来んのもうだいぶ悪そうな格好ね完全に悪に染まった格好じゃないですか何なんだなんだえもしかしてユーゴもあれ使えるようになったの先生みたいな感じで そういうこと拒否できないいっていやカティア大丈夫んでまた戻ったのねこれはねくも子の方にええー、ちょっと待ってめっちゃ出てきたよこれはくも子を追って出てきたのかないや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 めっちゃめっちゃめっちゃいるめっちゃいるやばい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 よ兄弟が。 あのカスはやばくねえか。けどあれか、くもこの手にかかれば、もう増産もないのかな、今の。いや、そんなのんきにしてる場合じゃ、後ろ、多分後ろからめっちゃ来てると思うよ。<laughs> いやいや、ちょっと、こんなのんきにしてる場合じゃないって、感じでなんかあったよね、そういうスキル、なかったっけ。んわかったか気づきましたね、この流れ。 うん真正面の方からかきてるきてる気持ち悪いのが白いのに茶色いのに奥にいっぱい結構強くねえかやばっえー、やばくね <laughs> かすか <laughs> もうやるんだね。もう逃げるって線とか本当にしないんだね。いや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 、何匹いんのよ。いけんのこれ。アラバ級なんでしょう。いや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 。何する気引っかかれ。ああ、罠張ってたのね。ギョギって同じ雲だから丸見えなのかな。うーん。 準備はしてたんだけどね。いや、まあ、けど、なんかいろいろ思考加速とかあったよね。そういうの使えば。おうお、おお。なんだ、二重のものだったのか。うーん、素晴らしいね。ああ、出た、出た。あったよね、これね。いや、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 もう、めっちゃ強くなったの、本当に、くもこ。 いやここら辺はやっぱそんなんじゃまだ死なないかはい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 そうだよねけどあらばに比べればねあらばと戦ってきたあの修羅場を考えればおうおうおお創始してんのかこれやばいねんやっぱりカンストしてますうん同種族同士の戦いか いや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 、けど余裕そうだよ。今回あれだな、脳内の話が全然出てこないね。なんだ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 あー当たっちゃったのね。何しようとしてたんだろうけど。おーいええー、それが最良の判断なの本当に。けど、まあ倒せばレベルアップするだろうからね。うん。 ジャガンとかじゃなくてどううううしようっつうんだろうあそこなんかあんのかこの先にやりやすいようなえああ上に逃げたのどういうこと今貼ったのそれとも貼ってあったのチリチリチンチンチンって音だけだから何も分かんないうん確かにこういう時でかいの不利だね そこねそこねしかも4人分あるからねここにああ毒か違うえあえあえっああエルロの,の中層に中層に持ってきたんだすげえ 天意やば。<laughs> 超便利だね。じゃあ、今回今、ピュンピュン逃げてたけど、走って逃げてたけど、最悪逃げようと思えば天意で逃げちゃえばいいんだ。え空間軌道とか使えんのやばくねこいつもこいつで。やっぱ強いっちゃ強いね。スキル一般だね、こいつも。何暗黒団か。はい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 。 もう自利品だろうねうねさすがにも一人だしこっちは敵でまた置いてったあっちの3匹はまた戻ってやっつければいいわけだ1匹ずつそうだねかっこ撃破でえー、おうおおおやばいやばいやばほ、うんとだすごいねあらばといい上位系の敵はマジで賢いね だてに長生きしてないんだろうな強くなるまでうんなんかないかいおおおおやば暗黒槍だっけ <laughs> ラッシュだねだこんだけ打てるあれもすごいけどね MP もじゃがんとかも使っちゃえばいいのにおおいった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 おつ あ、食べるの。パ <laughs> グまでやっつけるんじゃなかったんだね。うん。あ来た来た来た。これマジアラクネ、まじ、荒くね、今、2回進化したか。荒くねネなるんじゃねいよいよ。えー、おいしいの雲。クモ デザートあー残してきたやつらねで相変わらずまだ動けてなかったんだこんだけ時間あったのに <laughs> ビビっとるね言い方うん今度は3匹まとめてあー今度はマグマ漬けね <laughs> やり方っていうかこの糸すごくないマグマに入れても溶けないってでもうつけてやっつけた一発なんだ やっぱあいつらの方が確かにね。あいからずそういうの食ってるね。でこの三、ああそういう感じね。この演出はね。<laughs> うん。なんか破壊とかできないのかなそこね。 パス、どうする気なんだどういうこと何何何反撃あー、え飛ばせるってことはこっちもなんか飛ばすみたいなことなんじゃないだからけどそんなことできんの えあーこんなふうに見えるんだけどそんな行くなんてできるの、まあ、あっちが思念飛ばすんだから行けるのかやろうと思えばハッキング返しみたいな感じかな <laughs> 考えなしかい <laughs> いいやや気合でなんとかなるものじゃないだろうあーけど行くんだねこれえ全員飛ばすの ?3 体とも <laughs>、まあ、けど3体くらい飛ばさないとやばいか相手が相手だけにうんよく分かんない状況になってけどまあ点スラでいうとこのベルダラの解析みたいな感じなのかな 何かこっちでそれをこのパスって呼ばれるものを何とかするとマザーをやっつけることができるそれともこの思念を飛ばすのを止めることができるのかなうんーエンディングも変わったねなんだこれああ久保子かあの歌は終わりかもうあの特徴的なけどこれで良よいよほ人型になってくんじゃないの ねえレベルアップしたしさ荒くねって言ってたけど荒くねで、まあ、何話かやっていよいよそこでやっとこの雲子が誰なのかが分かるみたいなそういう流れなんじゃないかな全然違ったらごめんだけど <laughs> で。けどその流れに行く前にマザー戦が待ってるのかな かコンクール、まあ、この後半戦はマザー戦をやる感じなんじゃないクモコはでシュンくんの方はそのそれこそこの、うん、クモコが魔王なのか分かんないけどその魔王と戦うっていう流れにいよいよなってくんじゃないかな優子、まあの方が、まあ、人間側が全部最後の敵って感じじゃないでしょ多分前半後半戦の まあ4 5、5、6話くらい使ってユーゴやってまたその先で魔王とかやっていく流れなんじゃないかなもうほんといろんなとこ見て帰なきゃいけないよねこのアニメ頭めっちゃ使うわえこれが今何どの時代でみたいなさん,なんだよ誰だユーゴかあそういえばカティアとスーどうなったんだろうねなんだあの 布団みたいなかぶせてんの、うんうん、今一瞬なんか映ってえなんだなんだなんだええどうなってんのあらいるね二人とも無事だったねまだねちょっとユーゴが何考えて何をしようとしてんのかわからないけどもパティアとスーを人質にとってけど あのカティアとスーまあカティアだけなのかもしれないけどさユーゴがさなんか拒否できないみたいな形でなんかやろうとしてたじゃんあれ先生と同じなんじゃないかなフィレミス先生がねユーゴにやったことと同じようなことができるようになったんじゃないユーゴがでカティアはなんかステータスかなんかを消されたっていうか奪われたっていうかでシュンにも多分それをしてやろうみたいな感じなのかなユーゴが。 まあ勝手なこれも推測で当たってない可能性もあるけどね。後半戦始まりましたけど、今回注目するのは、やっぱり魔王、白、これが一体誰なのか。あとは、くもこが人間に進化していく過程で分かるのか。そして、し君の方の融合問題、さらには魔王との対決問題ね、ここがどう描かれるのか。そして、マザー戦ね、えー、ここら辺注目して、えー、これから引き続きね、見ていきたいなというふうに思っております。えー、というわけでね、皆さんの今週のエピソードに対する感想だったり、僕のリアクションに対するコメントなどお待ちしております。以上動画 バイバイ。